どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、やばいキャンペーンがね、来ております。ドン・キーホーテで最大 20% 還元キャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、ドン・キーホーテのマジカアプリにですね、10万円チャージすると最大2万ポイントがね、もらえるキャンペーンが来ているんですよね。こちらね、チャージするだけでこのね、最大2万ポイントね、獲得することができて、またね、この10万円チャージして高額になりますよね。このね、チャージした金額もですね、このね、マジカアプリの残高っていうのは、ドン・キーホーテでポサカードがね、購入することができるんですよね。ですので、楽天バリアブルカードとかもね、こちら、マジカアプリの残高で購入することができるっていう風になりますんで、楽天バリアブルカードといえば、楽天キャッシュっていう風になりますんで、楽天の投資信託をね、こちらで利用することもできるっていう風になりますんで、チャージした金額はね、特に無駄にならず、2万ポイントをね、獲得することができるキャンペーンっていう風になっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、キャンペーンの詳細いきたいと思います。公式サイトこういった形になっておりまして、超感謝祭ということで、お客様の声にお応えして緊急拡大ということで、こちらね、6月の15日からね、始まったキャンペーンで、当初ね、最大 10% 還元キャンペーンだったんですよね。で、こちらね、知ってたんですけども、まあ 10% 還元でドン・キホーテかということで、私はね、解説動画とかね、出さなかったわけなんですけども、なんとですね、こちら 20% 還元にね、上がるっていうのがですね、発表されまして、いや、これはね、ポサカードも買えるのであれば、かなりね、いいキャンペーンっていう風になるんで、まあ、今回ね、紹介させていただいた次第なんですよね。で、期間が6月の15日から6月の30日、エントリー必須っていう風になります。エントリーは、マジカアプリ内からのバナーからね、こちらエントリーしますので、こちら忘れずにエントリーしてください。で、特典は最大 20% 還元ということで、こちら詳細がですね、1万円から9万9000円のチャージの方は 10% 還元、10万円以上チャージした方は 20% ポイント還元っていう風になります。こちらね、1万円以下の場合はね、結構還元率下がってしまいますんで、まあちょっと1万円チャージするのはって思われる方は、今回のキャンペーンスルーしてね、いいと思います。で、上限は10万円チャージで2万ポイントがね、もらえるって言った形になります。で、このポイント付与は2023年の7月の11日までっていう風になっておりまして、対象店はドン・キホーテ、メガドン・キホーテ、メガドン・キホーテ、UNY、長崎やピア、ピカソ、アピタ、ピアゴ、ユーストアって言った形になりまして、対象者はマジカアプリ利用者の方っていう風になっております。で、今回のキャンペーンなんですけども、マジカアプリからですね、エントリーが必須っていう風になっておりますんで、こちらね、概要欄に公式サイト載せておきますんで、確実にね、エントリーしてください。で、今回ね、最大10万円チャージしていくと2万ポイントね、もらえるわけなんですけども、このチャージした10万円分のね、残高に関しては、ポサカードが購入することができるって言いましたよね。ですので、楽天バリアブルカードであったり、アマゾンギフト券とかね、あと、アップルギフトカード、ちょっと私もお店行ってきたんですけども、残念ながらね、楽天のバリアブルカードはね、結構売り切れてるみたいで、店にね、置いてなかったんですけども、まあ、アマギフ、アップルカードとか、あと、ニンテンドーギフトカード、あと、ウーバーイーツとかね、そういうものはあったんですけども、この10万円のね、残高に関しては、こういったものが購入することができます。なんですけども、2万ポイント付与されますよね。20% 還元分の。この 20% の、ポイント還元についてはですね、ポサカード購入することができないっていう風になっておりますんで、このね、マジカを利用することができるこちらですね。このお店で消費していただくね、必要がございますので、このポイントでポサカードは購入できないよっていうことは、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、今回ね、このマジカアプリにチャージしていただいて、まあ最大 20% 還元ね、もらえるわけなんですけども、このマジカアプリね、チャージする方法なんですけども、マジカトンペイのクレジットカードからチャージ、もしくは現金でレジでチャージですね。あとね、セルフレジとかね、専用チャージ機みたいなのもありますので、まあこちらね、お好みでチャージしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、私はね、まあ空いておりましたので、レジでね、チャージして利用させていただいたわけなんですけども、ここはね、お好みでチャージしていただければなと思います。残念ながらね、他のクレジットカード、普通のね、アメックスとかそういうものでチャージできればね、もっと良かったんですけども、まあこちらね、チャージすることができません。
で、こちらのキャンペーンね、6月の15日からね、始まっているっていう話をさせていただいたと思うんですけども、こちらですね、この楽天のバリアブルカード、先ほども言った通り、お店からね、売り切れているんですよね。私も先ほどね、ちょっと行ってきたんですけども、楽天のポサカード、楽天バリアブルカードね、売り切れておりました。ですので、購入することができなかったんですよね。はい。ということで、私はね、まあ、次の iPhone とかね、多分購入すると思うんで、まあ、Apple ギフトカードとかでもね、良かったんですけども、まあ、できればね、楽天のポサカードで、まあ、投資信託購入できればね、一番いいな、なんていうふうに思っていたんですけども、お店ではこのポサカード売り切れてたわけなんですけども、皆さん知っておりますかね？こちら、モバイルポサっていうのがあるんですよね。こちらで予約していただいて、こちらね、予約していただくと、最終的にね、バーコード画面が出るんですよね。で、このモバイルポサっていうね、支払い方法は、ドン・キホーテが利用することができるっていう風になっておりますんで、ここで予約していただいて、ドン・キホーテで最終的なバーコードをね、レジで読んでいただいて、支払いをすると、このね、メールアドレス登録するんですけども、ピンコードがね、送られてきて、購入したね、金額が、メールで通知がね、もらえるサービスなんですよね。私もね、こちら利用したことなかったんですけども、存在自体はね、以前コメントで教えてもらったと思うんですけども、メールで送られてくるってちょっと怪しそうじゃないですか。で、私もね、利用したことなかったんですけども、先ほどね、利用して購入ね、完了いたしましたので、こちらの手順もね、見ていきたいな、なんていうふうに思います。まあ、こちらはですね、楽天ギフトカードしかね、取り扱っておりませんので、まあ、Apple ギフトカードとかね、Amazon ギフト券とかね、ここにはありませんので、まあ、楽天が欲しい方は、このね、モバイルポサのサイトでね、購入予約していただいて、購入ね、していただければなと思います。それではね、実際の手順ね、見ていきたいなと思います。ちょっとね、ここに画面を出しておきますね。このモバイルポサのね、公式サイトに行くと、こういった感じになりますんで、楽天ギフトカードっていうのがあると思うんですけども、これがね、楽天バリアブルカードになりますんで、これをね、選択していただきます。で、次のページに行っていただくと、楽天ギフトカードデジタル版ということで、500円から5万円までね、選ぶことができます。で、次へをね、押していただきます。で、次のページに行くとですね、このモバイルポサっていうのは、購入予約をね、このモバイルポサでしていただいて、最終的にね、バーコード画面が出るんですよね。それをレジで読み取っていただいて、購入が完了すると、メールにピンコードが来るっていう風になりますんで、このメールアドレスにですね、ピンコードが来ますので、受信できるね、メールアドレスを入れてね、いただきます。で、メールアドレスをね、入れていただくと、次の画面に移りまして、お店の方へということで、プリペイドカード、ポサカードです。バーコードをスキャン後、お支払いを完了してくださいっていう画面が出ますので、下の方にね、バーコードが出ておりますよね。これをレジでね、ピッて読んでいただくと、モバイルポサのね、購入画面にレジの方でなりますんで、ここでね、金額は決めないんですよね。まあ、あくまでもね、購入予約みたいな感じになって、レジに行って、購入したい金額を伝えるっていう風になりますんで、今回ね、10万円最大チャージして2万ポイントなんですけども、この楽天バリアブルカードっていうのは5万円までしかね、購入することができないっていう風になりますんで、もしね、10万円チャージして両方ともモバイルポスターね、購入されたい方は5万円でモバイルポスターね、予約していただいてレジでね、2回やっていただく必要があるっていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思います。私はね、ちょっと試しに1万円だけね、購入ね、やってきました。ではね、これで、この画面まで行ったら、この画面でね、お店の方にね、行っていただきます。ではね、お店に着いたらですね、まずね、レジでチャージしていただきますよね。この画面を出した状態で、レジに行ってですね、店員さんに、チャージしたい金額を伝えて、現金を渡します。そうすると、このね、残高が、まあ、反映されると思いますので、私はね、1万円チャージしてすぐね、1万円反映されましたんで、まあ、これでね、チャージは完了っていった形になります。で、そのチャージしてね、そのままモバイルポスターね、購入していただいた方が、手間じゃないと思いますんで、チャージが完了したら、そのままね、モバイルポサを購入したいっていう旨をですね、レジの方にね、伝えてください。で、ここでですね、先ほどのこの画面をレジの方にね、お見せして読み込んでいただくわけなんですけども、このね、モバイルポサの購入っていうのを、このドン・キホーテのね、店員さん、基本的に知らないと思います。で、私もですね、店員さんにモバイルポスター購入したいんでこれ読んでくださいって言ったんですけども、えみたいな感じになるんですよね、やはり知らないので。ですけども購入できることは間違いがないので、まあ私は普通にね、ちょっとやってみてもらっていいですかっていう風に言ったんですよね。でこれを読んでいただくとレジの方に出ます。でレジでね、金額を設定しなきゃいけないですよね。
ですので、ここで1万円くださいとか5万円くださいとか言っていただいて、店員さんにね、5万とか1万とか打っていただきますよね。で、打っていただいた後に、その後にね、このマジックアプリの残高で支払う旨を伝えて、こちらをね、再度読んでいただいて、支払いがね、完了するっていう流れになります。まあ、こちらね、店員さんによってはですね、ちょっと私は対応できないから上の人呼びますとかね、まあ、こういったことにね、なる可能性もゼロではないんですよね。まあ、私の場合はね、ちょっとやってみてくださいで突破できたんで良かったんですけども、まあ、もしかしたらですね、まあ、アルバイトのね、若い方とかだったら、もしかしたら店長か社員とかね、まあ、そういった方を呼ばれてしまう可能性はね、あるかもしれませんので、この点はね、注意していただきたいなと思います。で、購入するとですね、登録したメールアドレスにこういったね、メールが届きます。楽天ギフトカードデジタル版ということで、私はね、1万円分購入いたしましたんで、ピンコードがね、下についておりますよね。で、この下にですね、URL がついておりますので、この URL をクリックしていただいて、ピン番号を入れていただくと、まあ、ここからはですね、普通のね、楽天バリアブルカードでね、まあ、購入した時と一緒なんですけれども、残高にね、1万円が反映されるっていった形になります。ということで今回ですね、マジか超感謝祭ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ Amazon ギフト券とかね、Apple ギフトカード、まあこれからね利用予定ある方はですね、まあ今回のキャンペーンね、チャージするだけで最大 20% 還元ね、もらえるっていう風になりますんで、私もね、ちょっと1万円試しにね、やってきましたけども、まあ残り9万円ね、ちょっとね、利用したいななんていう風に思います。いや、これはね、さすがにいいですよね。まあドンキホーテ等々がね、近くにないとね、ちょっと参戦しづらいと思うんですけども、ちょっとね、遠出してでも 10万円チャージして2万円返ってくるんだったらね、まあかなりいいのではないのかななんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。